はい、それでは続きやっていきたいと思います。巨人の首を取った、あ、ありがたい、こんだけで。ファブイルの巨人ですね、巨人の胸と。で、ここはもう二度と戻れないので、なるべくマップは完成していきたいかなと思ってます。はい、馬修理、敵は出るよね。あ、ちょっと待って。いろいろその前に、メニューだ、メニュー、メニュー。コンフィグ、ちょっとバフスピードを下げておいて、月のところでちょっと痛い目見たので、アビリティ、サンダが、ちょっとここね、敵が、雷属性が弱点らしいので、もうオートでもう雷にセットして、出てこない、出てきた、オートレ強えなー、お捨てサンダラきつ、サンダラの待機時間よ。ヒアルダ、ヒアルダの1000いくつ、強い。あ、そうだ、言い忘れちゃった、前回 MP がないかったんですけれども、ちょっと一回ですね、前のセーブポイントに戻って回復してからこのバブリーの巨人に入るようにしました。はい、なので MP は全回復している理由はそういうことになります。いい出上がり、裏かった。ということで回復しておきます。しっかりとね、魔導戦の中で回復をしてきてから、あ、こっちに侵入してきたので、はい、あー敵だ、これはどっち？とりあえずこっちに。あー、敵か。ちょっと敵が強すぎませんかね。敵が強く感じるのは気のせいでしょうか。夜市をやって。すでにつけてますやん、強いよー、もうここは OK、 突破、でも万能薬しかもらえなかった。
腹まで来ましたね。あっ、敵が強い。なんだこの強さは。下が埋まってない。これどっち行けんよ。とりあえずこっちで宝箱がある。そして地図が埋められない。こっちに行かない。金の貧乏。敵に会いたくないよ。会いたくないよ。チェックはい、行け。魔法で回復します。でエーテルがあったはず。16個しかないか。でももうここに使っちゃいます。はい。でこっちの宝箱を取りに行きます。敵が出ないように。ここまでして。敵が出るな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 。敵が出た。出てしまった。レベル上がっても上がんないんか能力が。あれ突破してない。もういいや、しょうがない。敵かよ。厳しい。まずい。これはまずい。やはりまずい。ナイスカバーリング。なんだ、月に入っていくからもう敵が強すぎても。どっちがいいんだ。とりあえず上か。セーブポイント、セーブポイント、セーブポイント割ったよ。そしてなんかいるよ。やった、セーブポイントが。その前に敵だった。経験値は超入る。これ何売ってんのこれ。ハイポーションフェニックスの、フェニックスの何個か買っておいて、10個ぐらい買っておきますね。ボム、あーなんかそんないいもんは売ってない。もうフェニックスの、はい、大量に買いました。で、コテージ使います。ここでして、この後ボスらしいので、はい。
ということで、一回ここで切ろうかな。はい。まあ、ボス手前で切ろうと思います。でも道中の敵はすごいしんどかったですよね。はい。では、これ、次ですね。次の動画でこれの続きをやっていこうかと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。